ひろゆきさん沖縄からです。はい。こんにちは、西村です。フランスからです。これでいいかな。初スパです。現在高校2年生です。全然勉強ができない状態で親に国公立に行けと言われたので、どのような勉強方法をすればいいですか。勉強できないのに学校をサボるような人間です。琉球大学とか目指してください。国公立に行けばいいので、勉強して都会の国公立に行くっていうパターンと、偏差値の低い国公立に行くっていうパターンもあるので、偏差値の低い国公立に行くっていうパターンであっても、一応親の需要は満たせるんじゃないかなと思います。島レモンってビール美味しいから、機会があったらヒゲさんフランスまで送ってあげてください。乾杯。島レモンってビールなの？沖縄？沖縄じゃないかな。食べ物に島ってつけたがるのって沖縄ってイメージなんだよ。若干悪口だけど、大体合ってると思うよ。なんでさ、島ってつけたがるんだろうね。あー、どうだろう。でも最近俺沖縄土産でね、新しいもん手に入れたよ。黒い濃い人。白い濃い人に対抗して。そうそう。翼吉本でしょ、どうせ。あ、これ違うの。しょうもない。これね。違うの？うん、これ違う。吉本以外、しょうもないことするんだ。あのね、やめて、一般人の方だから、本当に。個人で作ったってこと？そうそう。あのね、月曜から夜更かして番組、テレビあるんだけどさ、そこの名物一般の方で、平さんという方がいらっしゃって。名物一般の方ってなんだよ。よくインタビューとか出るのよ。あまりにも奥さんのことが好きすぎて、奥さんで一人でいたしてしまう、通称ヨメニーさんって言われてるんだけど、その人が一年発起して、お店とかやってるんだけど、お店だけじゃなくてこういうお菓子とか作ったりとかっていうので、もう今大変なんだって。お客さん来なくて、嫁さんがブサイクになって。嫁さんはブサイクじゃないと思うけど、もうほら沖縄なんてさ、観光じゃん、メインが。でそこら辺で全部持ってかれちゃって、お客さんもう多分何千万って今借金があるからって言って、まあ、通販始めたから思わず買ってみました僕。そんなにお金維持費かかるの？何千万も。2店舗ぐらい。この人借金1億円あるみたいです。あ、そう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 。あのちょうどお店出した途端コロナなのよ。ていうかさ、よく1億円も借りれたね、うん、それがすごいよね。沖縄ってだって物価安いでしょ。この1億もいるの？飲食店開くのに。維持費じゃない？ちゃんとお給料とか払ってるみたいだよ。だって沖縄も給料安いじゃん。全国最低レベルですよ、沖縄って。君は何でも疑うところから入るんだな、本当に。だって沖縄の求人費とか時給安くてびっくりしたもん。マジで？いくらぐらいなんだろう。まあ、何年か前だけど見たら500円とかでマクドナルドとかでさ、確かに。戦後買えよみたいな。君と沖縄旅行行った時それ見たな。こんな、ね、はい、こんな安いのかっていう。平均所得はまだ最下位の沖縄県ですが、向こう10年で他の都道府県と比較してどのような可能性、将来はあります、将来性ありますか。別に平均所得低くても幸せならそれでいいんじゃないですか。無理して所得を上げて不幸になるよりも、所得下げたまま幸せになってる地域の方が割となんかうまくいってるように思いますけどね。給料それなりに高いけど仕事めちゃくちゃ大変で自殺者多いみたいなところと、生活保護ばっかりでだらだら毎日楽しいです、平均所得はそりゃ低いよねっていう地域で、どっちの方が幸せかっていうと、僕はその別に働かなくてなんか税金で食ってる人たちがいっぱいいて楽しいよねっていう地域に住みたいと僕は思うタイプなんですけど、沖縄ってなんかね、公園とか行くとね、楽しそうなおっさんがいるんですよね。子供と一緒に遊んでいる楽しそうなおっさんっていうのがゴロゴロしてて、沖縄でね、食い放題飲み放題一晩3000円みたいな店があったんですよね。まあ今もあるかどうかわかんないですけど、あとその飲み放題3000円で食い物だけ別とかだったかなっていう感じで、夕方7時ぐらいから次の日の朝まで3000払うと食い放題飲み放題なわけですよ。ということはさ、1日3000あったらさ、飲みながら寝てもいいし食ってもいいし、朝になって帰ればいいわけだから、宿泊費も込みで3000円なわけですよ。っていうのが、沖縄ってその物価めっちゃ安いから当たり前になってて、そんなところでさ頑張って働こうと思わないじゃん。だって働かなくても楽しく暮らせるんだもん、飯食えるし。まあ人によってはその沖縄のご飯あの好きじゃないとかあるかもしれないけど、沖縄のご飯って僕は割と全然食えるから、沖縄のなんかあの食い放題で出されるようなご飯出されて、あ、美味しいよね。ね、その、青森とかアホみたいに安いから、かね、その、青森とかって1本500円とかで日本、あの、東京とかだと売ってるんだけど、沖縄のイオンとか行くと、一升瓶で青森がね、300円みたいなの売ってる。確か300円か400円だと思うんだけど、一升瓶なのよ。青森ってそれなりアルコール度数高いじゃん。1本飲むとか、まず1日はできないんだけど、400円とかで4、5人が一晩飲めるぐらいの量が、普通に手に入るわけですよ。っていうのがその沖縄良いとこなんで、働きたくない人は沖縄に行ってみてください。はい、あとね、僕お寿司が好きなんですけど、沖縄でいいお寿司を食べてみたいと思ったんですよ。そこそこの回転寿司とかいっぱいあって、なんかイラブーとかイビチャーとか、あの聞いたこともないような沖縄の魚っていうのが出てきて、まあそれはそれで美味しいんですけど、沖縄でじゃあめちゃくちゃいい寿司っていくらぐらいなんだろうと思って、僕沖縄のこと全然知らないから、あのクレジットカード会社のデスクに電話して、沖縄でちょっとあのお寿司屋さんのおすすめを知りたいんですけどっていうので、予算いくらぐらいですかって言われて、東京で
でいいお寿司屋さんっていうと2万円以上なんですよ。すき家橋二郎とか3万円とかなんですけど、じゃあちょっと2万円ぐらいでって言われたら、クレジットカード会社のデスクの人がありませんって言って、あ、ないんだっていうので、じゃあ、国際通りの近くだったんで、国際通り近所で一番高い店って どれぐらいですかって言ったら、1人8000円ですかねって言われて、そこに行ってみたんだけど、確かにそのちゃんとその白木 のきちんとしたお寿司屋さん で魚もきちんとした美味しいものを出してくれるんだけど、でもやっぱ8000円なんだよね。だから多分ね、それ以上高い魚がないんだと思うんだよ、沖縄は。ちなみにその近くのバーでね、ペンギンが飼ってるバーがありまして、ペンギンの餌付けができるっていう、僕が知る限りね、新宿と沖縄にしかないんですけど、普通にペンギンを飼ってるバーがあるので、興味がある人は行ってみてください。今もあんのかな。ペンギンを飼ってるバーが、女性用トイレだけウーパールーパーが便所にいるんですよ。なので興味がある人はウーパールーパーを見たければ、女子トイレに入ってみてください。はい。あ、池袋にもあるんだ。あ、沖縄最近物価上がってるんだ。そうなんだ。沖縄物価上がるんだ。よかったね。ペンギン食べた。ペンギン食ったことないですね。いや、ペンギン食いたいとは思わないですね。まあ多分鳥なんで鶏肉だとは思うんですけど、脂身が多いのでそんなに美味しいか。ペンギンってね、みんな可愛いイメージしてるんですけど、ペンギンが口開けた画像ってめちゃくちゃ怖いっすよ。サメの歯って見たことあります？歯が尖ってないと噛んだ後にその生き物を殺せないので、で一発で殺すためにちょっとでも欠けたら次の歯が出てくるっていうので、歯がめちゃめちゃいっぱい詰まってるんですよ。っていう感じでペンギンも口の中実は歯が超詰まってるんですよ。ノコギリみたいな感じでバーってこう歯が生えてて、それが何重にもあってめちゃくちゃ怖いんですよ。横から見てるとペンギン可愛いんだけど、口開けてる時って、まあ、基本そのエイリアンと同じ構造になるわけですよ。これ言っても分かんないと思うんで、ググってください。ペンギン口開けてるの見たら可愛いとか思わないですよ。はい。まあ、とはいえ僕ペンギン好きなんですけど、はい、まあその脂が乗ってる鶏肉なんで、ペンギン自体は多分美味しいんじゃないかなと思うんですけどね。オットセイとかがよく食べてるので。調べた。ググっちゃいけない。そうなんですよね。びっくりするぐらいで歯が生えてるんですよ。くちばしだから、くちばしの横の三角形だけでこう食べてるのかと思いきや、中歯がぎっしりなんですよ。ウツボとかね、でヤツメウナギか、血を吸う生き物系、あれ系の歯なんで、そんなに可愛くないので、はい、気をつけてください。ペンギンの卵とか食ったことないですけどね、ちょっと食べてみたいと思いますけど、罪悪感も感じると思うんですよね。軍用地を持ってるから叩く必要ないです。沖縄の人ですかね。沖縄の人とかで軍にこう土地を貸しているので、そこの地主としてお金がもらえるっていうので、又吉 ES さんっていう議員を目指してる方がいらっしゃったんですけど、その人もそういうお金で選挙活動してましたね。沖縄の米軍基地跡地にカジノができる可能性あると思いますか？ないっすね。菅さんが辞めて、まあでも菅さん辞めてもないかな。結局そのカジノって利権なんで、その神奈川県とか大阪とか、そのカジノ呼びたいよねって言ってるんですけど、今の沖縄県知事が反自民党なんですよね。で、菅さんとめっちゃ揉めてるんで、そのカジノ利権を沖縄に渡すことはまずないと思います。まあ菅さんと揉めてるというか、反自民党なんで、菅さんの後にじゃあ自民党の総理大臣が別の人になったとしても、その利権を沖縄に渡すっていうのはなかなかやらないと思うので、沖縄にカジノができると思っていっぱい投資した吉本涙目っていう、そういう状態だと思います。沖縄って住み続けるには危険な場所だと思いますか？戦争とか全然思わないですね。東京の方が危険じゃないですか。仮にどっかの国と日本が戦争になりましたって言った場合って、アメリカの米軍基地がある沖縄を攻撃する可能性もありますけど、まあ東京でやられる確率の方がめちゃくちゃ高いので、ぶっちゃけその沖縄にミサイル落ちても日本政府って多分戦争の継続は可能なんですよ。米軍の人はめっちゃ困りますけど、でもその東京にミサイルドーンと落ちましたって言って国会議事堂の国会議員いなくなりましたってなると、戦争を続けるやめるとかの判断すらできなくなって、判断不能になるので戦争できなくなるってなるので、東京の方が危ないと思いますよ。あと原発のある地域ですかね、危ないのは。沖縄の基地問題はどうやったら解決すると思われますか？沖縄の基地問題が実はあれ日本の政治問題じゃないかと最近思い始めていて、トランプ大統領はそもそも海外にあるアメリカの軍隊はどんどん撤退させようとしているんですよね。他の国でも撤退始めたところもあるんですけど、割とそのアメリカの専門家の人とかでも沖縄にそんなに置く必要ないよねって言ってる人も結構いて、沖縄に基地を置くっていうのを日本の政治家が言ってる
だけで、アメリカの政治家とかトランプ大統領が沖縄に置けって言ってるかっていうと言ってないんですよね。なので、日本の中で日本人がこう争いをしてるだけで、最終的に俺らもうなんかめんどくせえから沖縄にいねえわって言ってアメリカの人たちが帰っちゃうっていうオチで解決するんじゃないかなという気がしています。はい、沖縄在住です。日本政府は沖縄などの南西の島々に自衛隊のミサイル基地配備を進めており、地元住民などでは国土防衛のために賛成標的になるので反対という意見があります。これは実質、琉球婚の封鎖で日本の国益というより中国の太平洋進出を阻止したい米国の利益国益に沿ったものであるとささやかれています。米中の覇権争いのために標的になってはいけないと思うので反対です。ひろきさんどう考えですか。どう考えですかが誰のにとってのメリットかっていうふうに考えると、結局日本の政策って残念ながら東京都の人たちが決めるんですよ。東京都に国会があって、ほとんどの政党の多くっていうのは東京都に本部があって、国会議員のほとんどって東京都に住んでるんですよ。地方議員って言われる人たちで、例えば山口県で選出した議員なんだけど、実際住んでるのは渋谷区みたいな、安倍首相みたいな感じで、東京が安全であることが重要で、ミサイルを落とされる可能性のある場所は東京からできるだけ遠い方がいいんですよ。なので沖縄っていうのは東京の政治家にとってみるとめちゃめちゃ安全なんですよ。要は沖縄で戦ってくれて、沖縄で被害者が出る分には東京にいる俺たち困んないよねっていうのがあるので、で日本の政策っていうのは日本の法律だったら決めるのは日本の国会議員と日本の政府なので、残念ながら沖縄っていうところが被害を受ける構造っていうのは戦前から変わりません。もともとその沖縄って、その要は戦前、第二次世界大戦の時も沖縄だけはそのアメリカ軍に上陸されて集団自決をしろみたいなことを政府に言われて、アメリカ人に殺された人数と集団自決した人数だと確か集団自決した人数の方が多いみたいな話をどっかで読んだ気がするんですよね。っていう感じで、割とその日本の政府ってそういうことやらかしちゃったりするんですよ。なので良くないよねっていうのは僕も同意なんですけど、ただ国ってどうやって運営されてるのっていうとのと、じゃあ国を守るって何なのっていうと、日本の場合国を守るっていうのは今国会議員を守ることなんですよ。なので国会議員を守るためにはどうすればいいかっていうところで考えられてるんですよね。例えばじゃあ中国が攻めてきました、その時に全面降伏しましたって言った時って、困るのって企業の株を持ってる株主と企業の社長と政治家なんですよ。中国が日本を取りましたっていう時に、まず政治家全員クビですよね。だって日本の国会なんていらないんだ。で政治家全員クビになりますと、失業者になりますと。で次に企業の運営っていうのを中国がやりたくなるので、ソニーは中国の会社なみたいな感じでソニーを牛耳りますと。でそうするとソニーの経営者はいらなくなるんですよ。でもソニーで働いてる社員は必要なんですよ。だって物を作る必要あるじゃん。パナソニックとかで電池作ってる人とか必要だから、現場の技術者とか社員は全然その通り働いてくださいと。なので経営者ばっかりクビになって現場は変わんないんですよ。実はお金を持ってない人とものづくりしてる人っていうのはトップが誰だろうとあんま変わんないんですよ。アメリカにじゃあ昔日本占領されましたっていう時に、アメリカに日本が占領されたらどうなるかっていうので、昔鬼畜米英って言って第二次世界大戦働いてたんですけど、日本がアメリカに占領されると日本人はみんな虐殺されるとか、女性はみんな凌辱されるみたいな嘘を日本政府が言って、だから戦わなきゃいけないんだ、そのためには自分たちが死んででも戦わなきゃいけないっていうので神風特攻隊とかやったんですけど、日本占領されてみたら占領された後に日本人を虐殺なんて全くしなかったんですよ。だって庶民殺してもしょうがないじゃん。むしろ働いて税金を納めてくれるから庶民は大事に扱いましょうと。ただ政治家だったりとか企業のトップだったりっていうのは捕まったり、アメリカと戦争するって言ったんだからその責任取れよって言って裁判で、その東京裁判っていうのがあって死刑になったりで殺されましたと。なので政治家はめっちゃ困ったんですけど、アメリカに占領されて困った日本人って庶民はあんまいないんですよ。そのおかげで実はその戦後って日本ってすごい経済成長したんですけど、じゃあ戦後なんで日本経済成長したのっていうと、日本人に対して物を日本はずっと売ってたんですけど、その後アメリカに物が売れるようになったんですよ。その当時の人口って多分8000万人とかそんなだったと思うんですけど、8000万人に対して物を売ってるよりアメリカのなんか1億何千万人に売った方が全然得するじゃんみたいなので、日本でガンガン物を作るとアメリカさんがバンバン買ってくれてすげえ儲かるっていう時代があって、それでホンダだったりとかトヨタだったりとか松下電機だったりっていうのがめちゃめちゃ伸びたんですよ。っていうのがあって、実はそのまあ、コンテナの問題もあるんですけど、ここ話をするとめんどくさいんですけど、要はベトナム戦争があって、ベトナム戦争でアメリカから物資をこうベトナムに送り込んだ後に空になったコンテナっていうのをどうする、これ空で持って帰るのめんどくさいから日本寄ってこうぜ、で日本に寄ってくとラジカセとかなんかウォークマンとかなんか車とか作ってるから、もうこれタダでいいから乗せろよと。でタダで乗せてアメリカに行ってガンガン売るっていうのがあったので、結果として日本の
製品めちゃめちゃ売れた問題っていうのがあるんですけど、まあそれは置いといてっていうのがあったりするので、なので実はその国が誰が運営してるかっていうので、その中国に攻められると怖いみたいなのがあるんですけど、誰が占領してようと庶民が殺されることはほぼないんですよ。最近で言うとウクライナっていう国がロシアに占領されたんですけど、でもロシアに占領されて別にウクライナの人虐殺されたかっていうと別にされてないんですよ。ただウクライナのその工場だったりとか会社経営者とかはクビになったりとか謎の失踪っていうのあるんですけど、庶民は変わんないですよね。なのでその僕はその沖縄の人っていうのに関していくと、実はその沖縄って中国が攻めてきた時にその自分たちがその被害を受けるじゃないかっていうのがあるので、そこはなんとかした方がいいとは思うんですけど、ただそのなんか庶民が苦労するから戦争をして自分たちの命を失ってでも勝たなきゃいけないっていうのは実は嘘だよねっていうのって歴史の勉強すれば大体わかるので、なので僕は戦争になったら必ず逃げるって決めてます。政治家のために死ぬの嫌じゃん天皇のために死ぬだったらまだワンチャン理解可能なんですけど、政治家のために死ぬとかって、まあ、自民党の政治家のために死ぬのも嫌だし、共産党の政治家のために死ぬのも嫌だし、立憲君主党の政治家の死ぬのため嫌だし、別にお前ら全員死んでもいいよ、僕は自分生き残りたいからって思うので、政治家のために生き残りたいとか全然ないんですよ。はい、すいません、政治家の人いたらすいません、もし中国に尖閣諸島が取られたら次は沖縄北海道も取られるというツイートを見かけますが、実現可能でしょうか。もし主力さんがそれならどうやって守りますか。可能か不可能かで言えば可能性はあるんじゃないですか可能性がないって断言するのって基本的に嘘つきになる可能性があるんですよね。タイムマシンを中国が発明しましたとか、ものすごい科学技術が中国が発明しましたとか、日本人だけ突然ものすごいウイルスで絶滅しましたとかいう可能性もゼロじゃないですか。ただこのその情勢下で日本を中国が占領するメリットはそんなにないので、結果としてその中国に占領されたも同然だよねっていう状態にはなると思います。尖閣諸島の間にその中国の船が来てますけど、そこが中国が自由に来るようになって、でそのうち中国の領船がそこで自由に漁がするようになって、日本の尖閣とかだったり、まあそこら辺のなんか島とかで補給をしたりっていうので、経済活動をする上で中国の国が何の制限もなくできるよねっていう状態には、外交的な状態だったり政治的な圧力によってやられる可能性がありますと。例えばそのアメリカの飛行機って東京都の上空を飛べるんですけど、日本の飛行機って東京都の上空が飛べないんですよ。横田基地っていうのが上を通る管制区域っていうのを持ってて、でそこはアメリカが管制区域として持ってるので、日本の飛行機はその上通れないし入れないんですよ。なのでもし東京の上を飛行機を飛ばそうと思ったら、アメリカにお伺いを立てなきゃいけないんですよ、日本って。っていうぐらい実はアメリカにいいようにやられてるんですけどっていう状態に、多分中国にやられるかもしれません。例えばその九州上空を飛ぼうとしたら中国にお伺い立てなきゃいけませんよねみたいになるかもしれません。アメリカにすでに取られてるわけじゃないですか。なのでそういう形でその、まあ、アメリカにも取られてんだし中国に取られてもいいよねみたいな感じで、多分政治的に取られる可能性はあるんじゃないですかね、結局その経済力がない限りは負けちゃうので仕方ないんじゃないですかね。対抗策がもしあるとすると、日本が経済力を強くするっていうぐらいしかないですよね。日本って国会議員が過半数が投票すると法案が作られるわけじゃないですか。で国会議員の人たちってどうやってなるのっていうと、まあ、分かりやすく言うとお金持ってる人が当選しやすいんですよ。お金全くないけど当選しましたっていうのはごくたまにいるんですけど、基本的にはお金持ってる人が当選するんですよ。広島で昔その新人さんが自民党の党首から1億2500万円、1億5000万円もらって、広島中の市長だったり議員だったりにこう1人20万とか30万とかお金を配って結果として当選したっていう、あの河合安里さんっていう方がいるんですけど、それがバレて今逮捕されて拘置所にいるのかな。とはいえそのまあ、 バレて捕まったっていうのはあるんですけど、ただ国会議員として当選したのは事実なんですよ。お金があれば国会議員になれますよと。で1億5000万円ぐらいあるとなれるみたいなんですよね。お金重要ですよねと。でじゃあ国会議員がいっぱいこうポコポコ生まれました。でじゃあ中国が例えばお金を1億5000万円ずつ配って国会議員200人を抑えようと思ったら300億円でいけるわけじゃないですか、1人1億5000万円だったら。ということは300億円が払うと国会議員200人ぐらい抑えられるわけですよ。で今中国はどれぐらい日本の国会議員を抑えてるか。今年亡くなりましたけど習近平主席を国賓として呼ぼうっていう動きがあったんですよ。それを言い出したのが自民党の幹事長の二階さんっていう人で、二階さんっていう自民党の幹事長は割と昔から中国と親しくて、中国がまあそのウイグルの問題だったらいろいろやらかしてから中国に対する非難決議をしようっていう時にめっちゃ反対したんですよ。結果として非難決議がすごいなんか曖昧な表現に抑えられたんですよ。なのでその日本の国会議員の中で中国に有利な形で日本の政府を動かそうとする人はいますよと。どれぐらいの人なの
かっていうと、その人は日本の自民党という与党の幹事長です。まあ、総理は置いといて、自民党内部で、2番目に偉い人なんですけど、2番目に偉い人が、もう中国を有利にするっていうので、すでにその、隠してやってるわけではなく、堂々とやってるじゃないですか。だから、なんか法律作られても、まあそうなるだろうね、としか思えないんですけどね。なので、今更こう、なんか、ネトウヨの人が自民党を支持してるのを見て、何やってんだろうなと思うんですけど、はい。首里城全焼、あ、全焼になったの、正殿、正殿、正しいって書く、あれがなんか全焼っていうのは聞いたんですけど、他もダメなの、きついよね。神社とかもそうなんですけど、ああいうタイプの建築物って作れる人もほとんど残ってないんですよね。昔って木造建築が当たり前だったので、大工さんがいっぱいいて、神社作りたいよって言うとヘイヘイみたいにいたんだけど、今その神社みたいな木造建築をがっつり作れる人って人数少なすぎるんですよ。で、日本中にも神社があるから、そこの改修とかで結構もうそういう人って仕事が埋まっちゃってて、日本の神社とか寺って今燃えると直せないんですよね。そのお金がないとか資源がないとかじゃなくて、直す人がいない、育たないっていう、そういう状態なので、まあさすがに首里城ぐらいだったら世界遺産だったりするので、大学の先生とかが設計図書いて、じゃあこの通りやりましょうとか指揮してくれるんだけど、ただなんかその前回でも結局木材が足りなくて、なんか台湾から持ってきたとからしいので、全焼のレベルになるともう結構作り直しみたいになっちゃうんじゃないですかね。あれレプリカだよ。そうなので、今見えているのって1年前の光なんですよね。2000万光年先の星に瞬時に移動して、そこから地球を見ると2000万年前の地球が見れるんですよ、理論上。まあただそこまで遠いと光子自体がもうめちゃめちゃちっちゃいので、ほぼ情報量ないので何も見えないと思うんですけど、理論上不可能ではないよっていう話で、はい、はい、そうですね。あのね、2000万光年のね、ここを区切らないとね、めんどくさいですよね。はい。沖縄にある世界遺産、世界遺産じゃないか。沖縄の湖がなんか、天然記念物じゃなくてなんだっけ、日本の保護なんちゃら地域みたいなのになって、ニュースでその名前が連呼されるっていうのがあったんですけど、沖縄の湖で。で、そのなんか、普通ニュースキャスターってそういうこと言わないよねっていう人が、その沖縄の湖の名前を連呼するっていうのがあって、一時期話題になったんですよね。そう、漫画の漫に湖って書く湖があって、いや、なんだっけ、天然記念物かなんかだよね。ラムサール条約か。そうそう、あれになって、ラムサール条約で認められました。みたいなので、その名前がニュース番組で流れるんだけど、その女性キャスターとかが沖縄のが受賞しましたみたいなことを言うっていう、普通こうなかなか起きない出来事が起きる。はい、すいませんね、本当お酒飲んでるんでね、すいませんね。いやー、なんかね、ちょっとね、たまたま死んだ魚の目をしているひげおやじさんのなんか動画を見てしまったので、ちょっと彼の下品な部分が映ってしまったんじゃないかなっていうことで、はい、何かあったら彼のせいだと思います。